柳原村は、静岡県寸東郡に属していた村である。現在の沼津市カヌキ地区にあたる。1923年に沼津町と合併し姿勢を施行。沼津市となり、柳原村は廃止された。村名は、豪者の柳原神社から取られた。狩野川下流の左岸に位置する。南西は、我が牛道から島里にかけて、駿河湾に面する。 南は西浦村に接し、西浦山地をもって南東は太平村、東は清水村に接する。狩野川を隔てて、北は大岡村、西は沼津町に接する。狩野川による中石地が広がり、東側の山裾には集落や田畑が、その他の低地には水田が開発された。我が入道は周辺の漁村の中でも特に漁場に恵まれていた。 千本松原から続く海岸線は、風光明媚な場所としても知られ、島里には、多くの著名人の保養地、別荘が置かれ、明治26年には御用邸も造営された。以下は大正7年編纂の柳原村遠隔氏による。明治初期、沼津町との往来には、黒瀬、市場で、渡し船が用いられた。後に黒瀬橋、同成橋、永大橋がかかり、 史上、吉田は沼津町と同一市街を形成するようになった。主要な道路として以下のものが挙げられる。特に沼津西浦王館は御用邸の造営によるものが大きく舗装され、掃除が常に行き届いていたという。清水村とは沼津原木王館の他にあえが横山坂を太平村とは西浦の志、下坂を経由して往来していた。 柳原村遠隔市では、以下の神社、寺院が挙げられているが、域内には多くの石仏、石神が確認されている。1889年の町村制の施行により、上下抜き村外六カ村のうち、下下抜き村、上下抜き村、我が入道村、全体有に行ったの4、村が合併して、柳原村が成立した。なお、 他の3村も共に合併する構想があったが、意見の相違などから、特捜村は清水村特捜に、太平村は単独で太平村に、日守村は、神奈美村日守に分裂した。ありがとうございます。